皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのシャッタード・ザ・ファイナル・デイズに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2023年6月29日に発売された、まだ早期アクセスのタイトルですね。ストアページ情報によると、人類が滅亡して50年後の世界でサバイバルしていくオープンワールド型のゲームのようです。多分ゾンビだらけの世界なのかな。残念ながら日本語には対応してないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあ早速やっていきましょうか。一応シングルとオンラインがあるみたいですね。まあシングルでやりましょうか。あとキャラクターが、あ、これなんか左クリックを押すと光りますね。あー、いいが、なんかエモートもあるけどなんだこれあー、カスタマイズは男性か女性かを選べるんですね女性キャラでいくか。あ、これで回転もできるわけですね。この光り方かっこいいですね。エモートは同じエモートか謎エモートですね。二丁拳銃エモートか。まあいいや、これでシングルプレイしてみましょうか。おー、来た。あ、三人称型のゲームなのか。あ、斧持ってる。ピッケルも持ってますね。あと、リンゴがあって、タブで、いろいろインベントリー、クラフト。はあ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 。あ、クエストもなんかあるみたいですね。あー、マップも、あ、島になってんですね。今ここにいんのか。よし、じゃあやってきますか。これは自宅？なんだここは。何もない。街ですかね。あー。ここはもう、ゾンビだらけなのか。右クリックでガードもできそうな感じですね。なんかバーみたいな場所なの？何も取れたりはしなさそうですね。ジャンプもできると。西部開拓時代みたいなあれだな。なんか音楽が流れてるけど。ああ、びっくりした、人がいた誰これ？ミミさん。ああ。あー、なるほど。リンゴごとお金をトレードしてくれるんですね。ああ。ああ、なんかすごい物騒な人たちが。これ誰？殴れんの。なんか物騒ですね。どういうこと？あ、ここに誰かいんのかな？ああ、そこで話すのか。リーダーと話すんですかね。あー、これなんか同じような人、カットさんがいる。トークウィズカット。話してますよね。あー、これか。これが選択肢みたいな感じなんですね。ここら辺は英語なんでなんとなくでやるか。あー、石とか、木を切ってこいって言われてる。音楽うるさいな。あー、ここはセーフゾーンなんですかね。処刑台があるけど物騒な感じですね。とりあえずなんか、あ、ここら辺の木は綺麗なの。こっから出れんのかなそれで構えて守ってくれてんのか。ゾンビがいんのかな。これで石を、木を切っていけばいいの。取れた。ああ、あー、なんか出てきた。どういうこと？ああ、倒れた。軽いな。だいぶ軽いですね。飛んでった。ああ、なるほど、そんな感じか。まずあとは、石か。退屈する。石も軽いな、だいぶ。そんな、
あ、なんかいるぞ。あ、それゾンビ？ゾンビというか。あ、なんか来た。やばそう。助けて。なんか来た。なんかいる。なんかいる。助けて、助けて。あ？何もしてくれないのそれ。スルー、スルー。いやー、気持ち悪い。何これ。何これ、気持ち悪い。ああ、倒せる？それやばそうですね。ああ、やった？ああ、助けてくれた？誰この人？なんかやってくれて、なんか来てくれましたね、この人。一応、いるのか、こういう人たちが。ゾンビってわけじゃないんだ。あそこにいますね、いっぱい。採取しなきゃいけないの、こんな中で。とりあえず倒せるけど。また来そうですね。なんだろう、あ、来た来た来た。助けて助けて。撃って撃って撃って。それ撃ってなんか。あ、撃ってる撃ってる。あ、強い強い。めちゃくちゃ強い。なんだそれ。あ、石ってこれか。なるほど。とりあえず、その人たちは撃ってくれるんで。なんか採取とかできんのかな？いや、すごい見た目ですよね。これはもともと人だったの？全然見えてない。あ、来た来た！助けて助けて！なんだこれは。撃って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 。あ？あ、あー！いいですね、いいです、いいですね。痛いな、ちょっと当たった。ああ、あー、クロスか。ちょっと今流れ弾に当たってましたね。あいつこれで安全になったかな。あ、回復、包帯で回復できますね。あ、石出方が雑。だいぶ出方が雑ですね、石とか。歩いてな。吹っ飛びますね。これで、ワークベンチを作れと。はあ。クラフトワークベンチ。でいいのかな？あ、なんか出てきた。なんか出てきましたね。こうワークベンチってこと？オープン。マーチェット、これですね。木の枝とスクラップメタル、ネイル。それはどこで拾えんの？まあ、あっちの方行かなきゃいけないのかな。でも、銃がないと、厳しいですよね。ここの中にあんのかな。いろいろ移動してみましょうか。飛び道具欲しいですよね。あー、警戒してくれてんの？この人たち。なんか、ついてきてくれないかな、この。ついてきてくれないの、この人。いや、大変な世界に来ちゃったみたいですね、これ。あ、またいるんですけど、すぐ、あ、その奥、観覧車が見えんな。これはまた違うタイプのゾンビっていうか、刃物みたいのは出てないですね。まだ人っぽい形してるけど、やばそう。かなりいますね。あ、車とかもある。とりあえずいろいろ行ってみましょうか。探索しないことには始まらなそう。いや、すごいな。だんだん変異していくの、それは。あー、サーチか。あ、なるほど。なんかすごいいっぱい入ってるぞ。リンゴとかめちゃくちゃありますね。これ全部持ってきるの。あ、もうなんか家建てられそうだな。あ、もうなんか武器とかいっぱいあるんですけど。ちょっと待って、リンゴすごい数だな。武器とマチェーテがあるぞ。ここ重ねてやればいいの？なんかやたら入ってますね。数がすごいですね。もう持ってけないんですけど。スロットルどうやって入れるのこれ。どういうスロット管理これ。ちょっと待って。すごい資源ね。ここが一応、あれっぽいな。クイックスロットになってんの？
謎のあれなんですけど、いろいろと。あ、お金も一応持ってんのか。あ、そうですね、やっぱり。よし、拳銃ゲット。撃ってみましょうか。あ、いいですね。反応、無反応。無反応ですね、なぜか。なんだこいつ、見た目がすごいな。しかし弱い。消えますね。ああ、なるほど。あ、いいじゃないですか。なんかもうここ家作っちゃおうかな、ここに。とりあえず奥まで行ってみるか。この辺り家建ててってもいいかもしれないですね。あそこにもいますね。なんか水辺のところ、景色がいいところに家作りたいな。夜にもなんのか。あ、でもレベル1って書いてあんな。レベル上がんの。お、この車乗れそうじゃないですか？何これ？乗れるってこと？あ、乗れますね。あ、すごいすごい。車いきなりゲットした。しかも燃料もほぼ満タンなんですけど。てかすごい場所だな。遊園地、ここら辺に家作りましょうか。よくわかんないけど。いきなり、世紀末感ゲットした。これ、インベントリーはないの。遊園地いろいろありそう。とりあえず土台とかもう使っちゃいましょうか。あ？ここら辺は置けないのか。置けるエリアが限られてるってこと？5体の感染者を倒せって書いてあるけど、なんかハンマーかなんかが必要なのかな。スパイクとか、これか。木の枝が必要なんだ。まあ、でもそれがあればいけそうですね。これひどいね。軽すぎて。あ、いろいろとひどいんですけど。まあでも世紀末感はあっていいんですけどね。あれぞ、車で移動していきましょうか。あの遊園地の方行ってみましょうか。なんかジーキーでホーンが鳴らせますね。ああ、いろいろ書いてある。移動してみましょうか。あ、すごい。結構でかい街っぽいな。この感染者も引けんのかな。あー、いろいろ探索する場所は多そう。ここすごいですよね。遊園地。あ、車もいっぱい止まってる。すごそうな世界だな、ここ。内部賑やかな感じ。これ全部、あ、これは調べられないんだ。あ、これ調べられないですね。ピッケルとかはあっていいと思うんですけど、これが弾か。金のドアとかもこんないらない。あ、チケットとかなんか書いてあんな。これは拾えんの。動いてますね。遊園地だ。あ、すごいすごい。乗れんのかな、これ。どういうことこれは。観覧車とか乗れたらいいんですけどね。あ、ジェットコースターもあるんだ。すごいな。あ、一応こういうとこ調べられる。いや、物の量がとんでもなく。めちゃくちゃ物ありますよね。あー、こっちの方が強そうだな。ちょっと土台もこんないらないでしょ。これ種類違うのかな。あと、ショットガンの弾もある。拳銃とかはすごい手に入るけど。あ、これも動かせんの？あ、すごいすごい。観覧車乗れんのかな？あー、上がれますね。なるほど。乗れるけど動かないですよね。動かせんのかな？どっかで。メリーゴーランドとかもある。なんか、調べられるものは？このジェットコースターもなかなかですね。
ああ、サーチできるけど。やたら物資が多すぎる気がするんですけど、今後調整されんのかな。ゴミ箱とかにもやたら入ってんですよね。こっち側も、あそこガソリンスタンドじゃないですか？他の武器も欲しいですけどな。それ引いてみるか、一回。あ、引けますね。あー、ただ。あれ？耐久値は減ってないな。じゃあ、車めちゃくちゃ強いか。ほとんど耐久値減ってないですよね。ここ入ってみましょうか。燃料は？ちょっと多すぎでしょ、これ。さすがに多すぎだと思うんですけど。すごい数ありますね。これ何？あー、なんか、あれか。あ、なんか車が突っ込んでる。これ世紀末感はありますけどね。なんか調べたりは、あ、ここも見れるんだ。もういらないな。持って帰れないですね、これ以上。一度セーフゾーン入るか。しかも、この感染者は車で引いてもダメなんだな。カウントされてない。じゃあ、この拳銃使いましょうか。弾いっぱいあるんで。反応が悪いんだよ。なんか生きてる？変なとこから音が聞こえるな。あ、遅いですね、だいぶ動き。持ち歩。つやつや。この奥にもいますね。反応悪いな。撃たれても距離が離れてると襲ってこない。あそこにも車あるな。ミッションコンプリート。いけましたね。これ何？警察署？ショットガンとかありそうだな。ハイスクール、高校か。あ、中にいる？なんかあるな。こっから行けんの？いるぞ、これ。めちゃくちゃ声っていうかしますね。どこにいんの、これ。何かないのか。これは何なんだろう？行けんの？入れないですよね。この外側にいんのか。ああ、そこにいますね、一体。あの場所。あ、でももうミッションなくなったな。ははは、ルイだ、この車。車も車で軽いですね。あ、リセットか。2番機。はい。あ、いけましたね。なんかあんのかな、こっちが。いや、物資が多すぎか、そんなに探索しなくてもいい気がするんですけど。ああ、そっち側行ってみましょうか。バンディットとかもいるのか、もしかして。ここ、なんかいそうですね。すぐひっくり返るな。こっち側行ってみましょう。あー、あー、引かれたぞ。弱いんですよね。あー、なんだここは。あー、いますね。ただ。感染者ばっかりいるんだな。ひどい。ここはいろいろゲットできんのか。バンディットみたいのはいなさそうですね。あー、水辺にもいますね、そいつら。かわいそう。かわいそうになってくるな。
車も強すぎません？ちょっと。あ、結構ここら辺いっぱいいますね。あ、全員車で引けちゃうんで、そこ前の恐怖がないですね。ひっくり返るけど戻せますかね。あ、なんか暴走してる。車乗りながら M キーを押したら勝手に進むんですけど止まらなくなった。ちょっと待って。暴走した。止まらなくなっちゃった。まぐりましたねこれ。あー、モーテルとかもあるんだ。そこ誰かがいるってわけではないのか。いや、どっかで見たことあるようなモーテルですね。あのモーテル知ってるぞ。移動しましょうか。軍事基地みたいのはないのかな。そこら辺に武器とかも強いのありそうだけど、まあなんかトレードでゲットもできそうでしたね。まあ、それまた車があるな。はあ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 。あそこにファクトリーとかいろいろ書いてありますね。この先にでかいあれがあるんだな。あ、こっちの方が状態悪い。まあいいや。車多くないですか？そこにもあるんですけど。あー、ここ鉱山みたいな感じか。採石場？なんかいるの？開かないんですよね。誰もいないんですけど。誰もいないんですね、ここ。敵すらいないですね。なるほど。とりあえず現状はこんな感じなのかな、世界的には。今回はこんなとこですかね。気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。ということで今回は一度この辺りで終わりにしたいと思います。